坂口鳥のふんだまし属パロープレクタナは、コガネグモ科に所属するクモの分類群である。鳥のふんだまし属によく似る。鳥のふんだまし属に似て、丸っこい、滑らかな腹部をしている。違う点としては、鳥のふんだまし属の腹部が、ハート型や、幅広い卵型など、真ん中より前で、幅が、最も広くなっているのに対して、この属では、より丸っこくて、 腹部中央付近が最も幅広い点である。また、腹部背面の円に沿って筋点が並んでいる。腹部背面は、坂口鳥のふんだましでは黄色に、白の水玉模様、津島鳥のふんだましでは赤字に、黒の反紋があり、天灯虫に擬態しているとも言われる。オスは、ほとんどの種で未発見。坂口鳥のふんだましのオスは2010年に発見された。 形態はメスに似てはるかに小さく、メスに見られる鮮やかな反問は見られない。このような精査も鳥のふんだま種族に見られるものと似ている。知られている限りでは、昼間は羽裏などにじっとしており、夜間に網を張る。網は水平炎号で、この点でも鳥のふんだま種族と同じである。乱能は楕円型で短い柄があってぶら下がる。 鳥のふんだまし族とは極めて近縁で分けるべきかどうかには疑問もあるようである。旧北区、東洋区、エチオピア区から12種が記載されている。日本からは2種が記録されているが、いずれも非常に稀な種で、特に坂口鳥のふんだましは、日本中で未だ十数個体ほどしか採集されていないという。以下の種が日本から記録されている。 それ以外のものについてはこの項を参照。ありがとうございます。